見てね。お手本とかもね。ポイントは、なんだろうな。勝機出します。パーメン、パーメン期待しよう。さっき、いやーすごい強い、本当に強い。僕パーでします。パーでします。まあもちろんサッカーの魅力であったり、サガトスの存在っていうのは、あの知らない子供たちにも、あの知ってほしいと思いますし、そこよりも、なんていうんですかね、あの子供たちがこのスポーツの楽しさだったり、体を動かすことの楽しさっていうのを一番伝えることができたらなと思います。サッカーの楽しさ、面白いのはどういうところなんですか？やっぱこう仲間と一緒にこう一つの目標に向かっていくところだと思いますし、その中で自分をどう表現するかっていうところだと思うので、まあ今日の体育の授業ではそこまでこう求めたりすることはできないと思いますけど、その一つのきっかけになったらいいなっていうところはあります。